どうも、しゅんです。こんにちは。ホリプロ社員の池橋さんです。ホリプロの池橋です。池橋さんは普段新卒採用を担当されている責任者の方ということで。ということで今日はですね、ホリプロさんの面接を実際に就活生にしていただいて、こちらでモニタリングをさせていただくという企画なんですけども、はい、ホリプロさんが求める人物像みたいなところをお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、明るく何でも楽しめて、で何よりちゃんと笑ってちゃんと泣ける、そんな方に来ていただきたいなと思って、我々エンターテインメントは人々の感情に何かを届けする仕事ですので、はい、作り手である我々がちゃんと笑ってちゃんと泣けるからこそ人の感情に届けられる何かが作れると思ってますので、そういう豊かな感情を持った方に来ていただきたいなと思って。なるほど、そういった部分を面接でも見ているっていうところで、そうですね、それを踏まえた上で今から別室の、面接をモニタリングさせていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。新井義則と申します。よろしくお願いします。新井さんですね、よろしくお願いします。はい、この1ヶ月で、はい、新井さんが一番心が揺れ動いた出来事を教えてください。はい、ちなみにこの質問の意図って教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、よくする質問なんですけれども、はい、我々のエンターテインメントっていうのは日常の一場面を切り取ってそれを作品にするということもありますので、はい、この新井さんが普段からどんなことにアンテナを張っていて、はい、で何によって感情を揺れ動くのか、今この方の価値観を聞いている質問になります。必ずしもホリプロの価値観と合致する必要はないんですけれども、はい、その方が入っていただいたら一緒に楽しくやっていけそうか、いい作品が作れそうかというようなところを見ています。なるほど。先日台風19号が日本直撃した際にすごい被害に遭われた地域があったんですけど、ヒカキンさんという方がいらっしゃるんですけど、その方が自身の動画内で募金を呼びかける動画をアップロードされてて、すごい行動力と自身というかヒカキンさん自身の、人柄の良さというのがすごい伝わってきて、それにすごい魅了されました。それで僕も一応微力ながら募金をさせていただきました。はい、募金までですか。はい、ありがとうございます。緊張してますね。緊張してますね、ちょっと面接でどうしても緊張してしまうのは仕方がないですけどもね。率直な感想としてはどういったものを感じましたか。台風19号という、具体的な例を出して答えたのはいいなというふうに思いました。ヒカキンさんというのが出てくると、おそらく YouTube というところに関心があるんだろうなというところで、その第一問目としてはこの方はその YouTube をよく見る方なんだろうなということで察しがつくわけですよね。はい、そうすると YouTube ってところからこの方ってどんなところが好きなんだろうって次の質問に移っていけますので、はい、回答としてはまあかなっていう感じで。そうですね、はい、可もなく不可もなくという印象でしょうか。わかりました。YouTube 以外だとどういうエンタメのコンテンツにどれぐらいの時間触れてますか。いつもテレビをつけていて、意識してずっと見ているというよりは、ずっと流しっぱなしという環境なので何時間かとかって言われるとちょっと曖昧なんですけど、はい、いつも見ています。ありがとうございます。ちなみにこういった形でどのくらいの時間エンタメに触れていますかみたいなところもよく聞かれる質問。よく聞きますね。どうしてもよく見てるよく見てないって主観的になりますので、はい、そこを客観化するためにその具体的に何時間見てますかとか何を見てますかって聞くことはよくあります。で、ホリプロという会社もさまざまなエンターテインメントのビジネスやってますので、はい、いろいろなものに興味を持っていてくれるとありがたいなとは思います。はい、ただ、好きなエンターテインメント当然学生さんあると思いますので、そこに、一点特化一点集中してる学生さん、はい、これもありかなと思います。はい、熱意みたいなところが感じられたらグッドっていう。そうですね、YouTube の中でもいろんなコンテンツが、はい、種類上がってると思うんですけれども、はいはい、その中でも特にどういうタイプの動画が好きだとかあるんですか。今一番、見ているのがクイズノックという、東大生の方々を中心としたクイズを、企画で行う YouTuber の方がいるんですけど、その方の、知識の豊富さとか、あとクイズ番組の企画の、多様さにすごい魅了されていつも見ています。そのクイズノックさんという方は、実際にそういう早押しクイズとかの他にも走ってその走った先でクイズに答えるとか結構体を張ったりする企画が多くて、僕自身もすごい新鮮
な感じでクイズ番組見れるので、この一連の回答なんですけども、はい、率直な池橋さん的な感想としては、はい、いかがですかね。あ、はい、具体的に言うとクイズノックだったりっていうものも出てきていい回答だと思います。ただこれをもっといいものにするとすると、はい、これあの学生さんに気をつけていただきたいんですけども、はい、面接の質問に答えるとき 5W1H ってのを意識してほしいんですね。なるほど、 5W1H、はい、でその中で、もっとここが深まればよかったなと思うのがなぜっていうところなんですね。 なぜクイズノックが好きなのかと。で先ほどその多様性とかいろいろおっしゃってましたけれども、それは客観的事実としてはそうなのかもしれないんですけれども、はい、それをなぜ新井さんが見ようとしてるか、ここを多分面接から聞きたいんだと思うんですよ ね。最初のところからなぜっていう部分が言えたらさらに良かった。そうですね、はい、わかりました。もしポリプロに入社されたら一番やりたいことって何ですか。どういう部分を見ているとかってもしあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。はい、まずそのポリプロという会社をどれだけ研究していただいているかっていうところはあります。でそれに加えて何がやりたいかってことでその方の思考性が見えると思ってますので、はい、まあ、よく聞く質問ではあります。本社に入った入社したあとは、本社の看板企画でもあるホリプロタレントスカウトキャラバンのような、看板企画の宣伝を YouTube などのメディアを、使って、広めていく事業を、していきたいなと思っております。今ホリプロにないものとかで思いついてるものとかありますか。まあ、確かに結構難しい質問だと思うんですよね。まだその働かれた経験がないんだから。そうですね。で今で言うとさっきの 5W1H で言うと、はい、その何をしたいですかってスカウトキャラバンってその、まあ、当社独自のもの出てきたのこれはまあ調べていただいたということだと思うんで、あ、よかったなと思いました、はい、でその上でじゃあスカウトキャラバンを使ってってなった時に宣伝をしたいと、これ何をしたいかっていうスカウトキャラバンの宣伝ってきたからいいと思うんですけれども、で宣伝をじゃあどうやってやるかで YouTube ってのありましたけれども、スカウトキャラバン YouTube その後どうやってやるかってところがないとみんななんとなくネット使ったらいいんじゃないかって思うんですけれども、はい、そこをどうやるかってところがやっぱ腕の見せ所ですし個性が出るところだと思うんですね。そこが考えられてるともっとベストだったかなというふうに思います。その先ほど言ったスカウトキャラバンっていうのはすごい僕が毎年見ているとはないんですけど、毎年は見ていないんですけど、そういう僕でさえもすごい知っている名前の企画で、それをやっぱりもっと広めるためにも YouTube を使って特集などを組むことによってテレビで見られないタレントの一面だったりそのオーディションの様子が分かると思うので、すごい新鮮な気持ちで視聴者が見れると思うので、ぜひそういう企画を組んでみたいなと思います。まあ、非常に正直なんですけれども毎年見てるわけではないと、またそこは言わなくてもよかったような気はいたしますよね。まあ、発言をする前に少し頭の中で一瞬だけ整理できるっていうことができるといいかもしれないですよね。具体策みたいなところまで言えたらより良かったのかなっていうことでしょう。そうですね、正解はもちろんありませんし目から鱗が落ちるような素晴らしい答えがあるとは正直思ってはいないんですけれども、ただ0から1を生み出すためにどれだけ考えるかって、まあ、我々社員も何かを生み出すときものすごく考えるわけですよね。その考えるってことをする方なのかしない方なのか、そこは見たいなと思ってます。総合的な評価として、はい、率直な意見をお伺いしたいです。まあまあプラスっていう感じでしょうかね。理由としては、まあ、冒頭に申し上げたまず人柄ですよね、はい、やっぱり誠実な人、はい、真面目な人と働きたいと思ってまして、でその上で、付け加えるならばもうちょっと明るさ、はい、声の大きさがあったらいいなと思ってます。で当社に対する興味が感じられないわけではないですけれども、もっと調べてもらえれば勉強してもらえれば、はい、もっと当社に対する理解が深まるんじゃないかなという、まあ、期待値も込めなんですけれども、はい、まあまあプラスと。おー、いいですね。もう新卒採用はもう本格的にこれから開始されるということで、はい、もうホームページ上でエントリーも受付を開始してますので、はい、まあ、興味がある方はぜひホームページを見ていただいて、あ、興味があるなと、やってみたいなと思ったらぜひご応募いただきたいなと思います。ぜひこの動画を見て興味が出た方はぜひ応募してみてください。ということで今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。